お晩でございます。新井聡でございます。この度国家戦略および経済財政運営、そして食品安全、食料食品安全消費者行政の担当に任じられました。マクロ経済の運営でありますとか、成長戦略といったような国家戦略局関係の仕事については、菅総理とともにこの間ずっと仕事をしてきました。そして最も大きな仕事が成長戦略を完成させることと、それと中期財政フレームを完成させることでございます。これについては若干の方向感覚というか、そういうものはあるつもりでおります。今回その他にですね、ハンガリーの財政運営に対する危機感からでしょうか、ヨーロッパを中心として経済状況が不安定になってございます。こういう内外のですね、内外の経済運営について注視をしていかなければいけないというふうに思ってございまして、引き続き市場とのコミュニケーションというものは図っていく必要があるというふうに思ってございます。また成長戦略では、私は地域の雇用状況や経済状況が大変悪化をしているということを憂っておりまして、今般完成にまで持っていこうと考えております成長戦略の中では、地域経済の話もぜひ論議をしていきたいというふうに思ってございます。それに今回は私は食品安全消費者行政についても担務を任されました。ある意味では思いがけなかったんでありますが、この消費者行政ということを考えていきますとですね、我が党が一番 大切にしていた生活者の目、あるいは生活者の位置に立った、消費者の位置に立ったという一番この根幹の部分があるなということを確信すると同時にですね、この生活者の目から見た食品安全や消費者行政、体制がまだまだ不十分であります。発足間もないということもあるんでしょうけれども、民主党が生活者の目をということを大きな政策のテーマにした割にはですね、まだまだ政府の体制が不十分だなということを痛感してございますので、このあたりはこれからですね、体制を整備をしていきたいというふうに思ってございます。最後になりますけれども、私は鳩山総理のもと総理大臣補佐官を務めました。今回十分鳩山総理を支えすることができなかったということは極めて残念に思っております。その原因を私なりに考えてみますのに、政治主導ということがともすると政務三役だけがこの政府であると、あるいは行政であるといったような考えを最初に持ってしまったところがあったのではないかと。政務三役はあくまでも私は政府全体を動かす一番上のトップの責任者であり決断者であり、そういう機能を持っていて、最も専門的な知識のある官僚をですね、その人たちの知識をどういうふうに使いこなすのかという観点が少なかったのではないだろうかと。で、今回ですね、最初の閣議で菅総理からですね、この政務三役の役割について、官僚をですね、十分にその知恵を生かすような、そういう指導をしてほしいと。また官僚の方も政務三役を専門的な知識を背景にしてですね、支えてほしいという話がございました。もう一つ鳩山政権で苦しかったことというのは、多くの人の知恵を活用できなかったということではなかっただろうか。特に政治家のですね、官邸というのはともすると限られた人たちの出入りだけになってしまいがちなんでありますけれども、
特に党の方で政策調査会というものがなくなりましたので、多くの政治家の知恵を集結していくというプロセスに異常な欠陥があったのではないかというふうに思います。まあ、もしも政策調査会があればですね、普天間問題でありますとか多くのトラブルに見舞われた政策の立案についてですね、もっと違ったやり方ができたのではないかなというふうに思います。まあ、今回政策調査会が出来上がりますので、国家戦略局、戦略室ですね、まだ室ですけれども、そこと政策調査会との連携を深めながらですね、多くの人の知恵を結集していきたいというふうに思います。まあ、幸い私、成長戦略を作るときに昨年の暮れはですね、7名の国会議員、大変有能な国会議員の方々に、政府の中の職員、政府の中の役割ではないんですけれども、外側なんですけれども、その人たちと一緒に仕事をして、成長戦略を短い期間に作り上げた経験がありますので、ぜひそんな仕組みをですね、作り上げていきたいというふうに思っているところでございます。以上でございます。はい、朝日新聞の金子と申します。大臣就任にあたり総理指示があったと思いますけれども、具体的にどのような指示があったとか教えていただければ。ですね、たくさんありましてですね、一つは政治主導で地域財政フレームをはじめとする税財政の骨格、まあ、これは、国家戦略担当大臣 の、まあ、一番のところなのかなというふうにも思いますけれども、それが第一ですね。第二が、成長戦略の立案、第三が、財政の改革、第四が消費者行政、第5が消費者委員会の行政、6番目が食品の安全と安心ということで、そのほかに地球温暖化の総合調整や雇用対策の総合調整、それから税制調査会、共生社会政策といったようなものが指示をされました。はい、あと1問でお願いします。ストレスさん、強い経済、強い財政、強い社会も、これも具体化の国家戦略の一点の一つと思うんですが、大臣の持っている具体的なイメージと、それから6月に取りまとめる成長戦略、政府財政フレームにどのようなこう具体的な取り込んでいくか、日本の考えを。はい、強い経済といいますのは、私たちの国が今、財政問題や、あるいは経済問題で最も苦しんでいるのは、デフレ現象ですね。で、このデフレをどういう形で脱却するのかと。どのぐらいの期間で脱却するのかというのが最大の政治的なこの経済政策のテーマだと思います。で、このデフレから脱却するためには日銀との連携というのも大変必要ですし、そういうものの全体トータルとしてデフレから脱却していくということが、私は第一の強い経済を作るための第一歩だというふうに思ってございます。そしてその後はですね、年率 3% を目指した成長戦略路線を作り上げていくということでありますし、強い財政というのはですね、そういう経済を下支えしていくような、そして収入もですね、支出もなるべく均等化するような、そういうものを目指した財政運営をしていくと、それが理想でなかなかできないんですけれども、しかしながら歳入よりも借金の方が多いというのは極めて不健全な、私は財政運営であろうというふうに思いますので、それをいかに早く脱却するのかということが、まあ、強い財政の根幹だろうというふうに思います。そしてそれらのものがですね、すべてこう集約される、あるいはすべて、目的とするところはですね、私は強い、社会保障だというふうに思います。社会保障で国民の安全と安心がですね、しっかりと確保されれば、雇用の増出とか、あるいは需要の増大とかということにつながっていくことができる。したがってこの3つはですね、相互にリンケージしている。で、そのリンケージしているものを成長戦略や中期財政フレームの中でしっかり書き込んでいきたいなというふうに思っています。はい、荒井大臣、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。